明けましておめでとうございます。断捨離の山下秀子です。皆様どんなお正月をお迎えでしょうか。さてその前に去年を振り返ってみるとどんな年として思い起こされるでしょうか。私自身はねいつも新しい年お正月を迎える時に今年はどんなことが起こるかなあるいはどんな人に出会うかなって思うんですがその思いというのはねいつも大きく外れて本当に思わぬ出来事そして思わなかったとの出会いがね果たされるんですよね。それがいつも不思議でなりません。そういう意味でね去年もいろいろなことが私に起きました。そしていろいろな方とね新たな出会いを経験しました。本当にね自分の思い通りにはならないいえ思った以上のことがね日々起こるんだな毎年毎年起こるんだなというのをね改めて感じている次第です。さあ新しい年を迎えました。山下自身はこの新しい年を迎えたということはね時間の引っ越しだと思っています。場所は変わらないんだけどね、時間が変わった時間の引っ越しというのは間違いなく引っ越しすればねその場所が変わるということでね新たな環境に出会うがごとく場所は変わらなくても新しい時を迎えたということはね新たな環境がね私たち身の回りにまたされたということにね他ならないと思います。そうですねこの時間の引っ越しですよね。時間の引っ越し2021年とこの新しい年2022年は間違いなく気ですね。雰囲気の気が変わっていると思います。今までね私たちは閉塞の中にいましたが新たなこの今迎えた年の気はきっとね開放的な私たちを解き放つ気でいっぱいではないかと思います。その気を存分に受け止めるためにもまずは空間ですよね。今私たちがいるあなた自身がいる空間そして私自身がいる空間に新たな希望あふれる気がたくさん入ってくるように自分でね整えていけたらなと思っています。物でいっぱいということは何も入る余地がありません。新しい気が入ってくる余地がありません。それは自分の思考感覚感性も一緒でね頭がいっぱい気持ちがいっぱいということはねこの新たな気をねせっかく溢れているのにね、自分のところにね、呼び込む余地がないということに他なりませんよね。どうぞ引っ越しを果たしたわけですからこの新しい2022年の気を存分に味わい尽くせるような準備を断捨離でしていただきたいと思います。断捨離は繰り返し申し上げます。自分をねぎらい、もてなす、そして励ましていくという、自分自身の居場所づくりです。その居場所にいることによってさらに自分自身がね癒され、もてなされ、励まされるというね新しい年を歩んでいくことができるに違いありません。どうぞ皆様存分に新しい年を楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。書籍家にいるのが好きになる断捨離スッキリ生活を本体無料送料手数料550円でお送りさせていただきます。この本は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方は下の概要欄からお申し込みください。テレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みくださいね。お待ちしています。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。